はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、ちょっとね、統一教会の思い出っていうね、そのことをちょっと語ってみようかなと、思っています。これ僕安倍首相をね、これ非常に僕は尊敬していました。政治家として立派だなって勇気を持ってね、いろんなことをやっていく、言っていくっていうことをね、敵を作ったとしても言うことは言うっていうところが僕は好きだったんですよ。特に2回目の時にはね、やっぱりそれなりに軌道修正、1回目の軌道修正をして、剣道従来を期して、命を懸けてやってるなっていうのがね、僕は好きでした。で、まあたまたまね、統一教会のことがいろいろ取り沙汰されてますけれども、僕は今日はね、学生の頃にね、当時統一教会の人たちは大学生の下部組織を原理研究会というふうにね、名乗ってやっていました。で、僕の大学早稲田なんですけども、早稲田にもやっぱり原理研究会の人がいてね、で、僕はね、よく話しかけられました。統一教会原理研究会の方にね、決まってね、幸せになりたくはありませんかとか、人生についてもっと深く考えてみませんかとか、そんな風にね、話しかけて、来られたと思いますね。で、僕は当時ね、本当に学生の時にね、暗い学生でね、本当にいつもね、生きることはなんてこんなに辛いんだろうと、一体自分の人生はこれからどうなっていくんだろうかということをね、本当にずっとね、塞ぎ込むようにして考えている時代だったんですよ。やっぱこのままね、こんなに苦しいんだったら、もう自殺したらどんなに楽だろうなとかね、そんなことをね、僕はね、学生の時ずっと考えているようなね、大学生だったんです。非常に暗いんです。で、そういう暗いうつむいた表情をしているとね、大学の、僕は法学部だったんですけどね、法学部の前に古い図書館があってね、で、その図書館の前がスロープになっていて、で、その前に大隈重信像の銅像があってね、で、スロープ降りていくと大隈講堂があって、大学のね、バス停のところまで行くんですけど、もう図書館の前に行くとね、いるんですよね、統一教会の人がね、原理研究会の人が。で、また来るな、俺のことこ来るなって言うと、すみません、幸せについて考えてみませんか、どうすれば幸せになれるか知りたくありませんかって僕に話しかけてくるんですよ。で、僕はずっとね、無視してるんですけど、たまに捕まっちゃうんですよね。うっとなってね、何か立ち止まっちゃう時があるんです。一度もね、僕はその方について行ってね、いわゆるビデオを見せられたり研修会に参加したりってことは一度もしませんでした。でもね、もう本当にしつこかったです。法学部の授業が終わって出てきた時に図書館を必ず通るんですよね。で、そこで、付け狙われている僕の顔も覚えてたんじゃないかっていうぐらいね。で、いろんなね、ことを考え抜かれていましたね。まずね、女の人が綺麗でした。非常に綺麗な人を起用するんですよ。いつもね、グレーのスーツと、スカートでね、ビシッと決めてた女の人でね、非常に美しい方でしたね。で、そういう方がね、幸せとは何か考えてみませんかなんて言ってね、だからついてきそうになるんですけどね。でもね、僕はね、
確信があったんですよね。確かに僕はね、本当に非常に暗い学生でした。もう何度も何度もこれはもうそのこのまま死んだらね楽になるだろうとかね、いろいろ考えてましたよね。まあ本当に修行先の塾で授業する時だけ、それとかまあ本を読んでる時だけ、あとその男性合唱団に入ってたんでね、その歌の練習をする時だけはそういううつうつっとした気持ちからね解放されてたんですけどね。でもね、それでもね、何かにすがりつければ楽だろうなっていう気持ちもあったんですよ。でもね、僕はね、その美しい女性の方ね、多分もう生きていれば僕と同じ年ぐらいの女性だと思いますけど、その方のね目を見るとね、僕はね、ああこれは違う目だって思うんです。僕はどんなに辛くてもある一つの競技に、もうしがみついてね、これが絶対の真理なんだって思えるものはないよなって思ってたんです。自分の中で暗中模索しながら自分の心の中を信じてね、自分の心の中に答えがあるはずだって思ってたんですよ。だけどこの人は何かその統一教会の教えがどれだけ素晴らしいことかは分かりませんけれども、そのある教えに、これが絶対的な真理だとしがみついてね、そういったものにを盲目的に信じている目だな。で、決して綺麗な目じゃないと僕はね思ったんです。だからたとえどんなに綺麗でもね、どんなにやりがいを持って一生懸命その布教活動していても、この人と一緒に何かやろうっていう気はね、まあ、ついぞ思わなかったし、そう思わない自信があったんですよね。もう一人ね、男性の方もいました。たまにその男性の方にね、話しかけられる時もあったんです。同じことを聞かれました。幸せについて考えてみませんかっていうようなね。でもね、その男性の方もね、全くその美しい女の人と同じ目をしてるんですよ。何か一つのものに、まあ、もう信じきってしまった目。疑いを持たなくなった目。自分で考えられなくなった目っていうのになってったんですよね。まあ、僕はまあそれでね、良かったんだろうなって今から思うとね、まあ思いますね。で、そういうまあ教団がね、今いろんなことがあって、いろんな信者のことをね、まあ報道されてますけどね。でもね、僕自身が思うのはね、その教団も教団だし、信じる人も信じる人だし、信じる人を僕は救う必要なんてないと思います。そういうものに信じなければ生きていけないような人っていうのもいるんですよ。僕が思うにそういう人は何かにすがりつかなければならない弱い人間だって僕は思ってます。でもだからといってその人を責める気はありません。弱い人とその弱い人をまあ結びつけるね、そういう団体の人っていうのもいる。でもそれは元はね、どっちも同じなんですよ。どちらが被害者ってわけでもないし、加害者ってわけでもないし、どちらも弱い人同士が結びつき合ってる。僕はたまたまそういう面では弱くはなかったんだろうなと思っていますね。で、そしてそういうものにすがりつかなくていい人生を送ることがたまたまできたんだろうってまあ思っていますね。今日はまあそんな話です。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。